これこれとノリちゃんって何だからノリちゃんが、あの、樹木になったのね、今日。で、俺に短冊貼り付けてくれ、みたいな感じで、代々木公園でやってたら、ね、スペシャルゲストでこれこれがとつ来たっていう。まあ、普通になんかリアト2みたいな感じで、まあ、リスナーでも配信者でも誰でも来ていいよ、みたいな感じでやってたら、樹木になったノリちゃんに、これこれがとつ来た、みたいな。すごいよね。急になんかいきなり来たらしいね。 たまたま走ってただけだよ。うおうそおうそ。普通にあれは会いに来てる。コレタンが公園でジョギングしてたんだよ。もしこれこれが代々木公園でジョギングしてたんだから、プライベートでね、絶対に突死しない。だって住んでるとこバレるじゃん。ダイエットで走ってただけだよ。あ、そうなのね。じゃあもし、ね、頭のいい命の危険も、ね、命を狙われてる可能性もあるこれこれが、ね、近所でランニングしてて、それで、あのー、近所で普通に外でランニングするわけないじゃん。それでなんか場所がバレるような情報 のりちゃんなんて閲覧が多いところで公開するわけがないね。<laughs> マジで。で、俺、なんかその、なんか突してるところ見たけど、汗かいてなかったし、しっかりマスクした状態で、汗もか、汗一つもかいてないで何がジョギングだよって話だから、マジレスするとね。あれは、ま、配信のネタで、いや、ジョギングしてたらたまたまのりちゃんいたから、突しただけだよ、みたいな。う。なんかジョークというか、なんかそういう感じだと思うけどな俺は。これ、これがわざわざ突するか。いや、でも、何らかの用事があったりとかして、ね、代々木公園の付近で、例えば撮影してたとかさ、何かがあって、いや、のりちゃんいるじゃん。ツイキャス見て、のりちゃんいるじゃん。 <laughs> ゆうゆう公園ちょっと、突して挨拶してこようぜ、みたいな。昔からの中でもあるから。ね、多分そういう感じだと思うよ。本当になんかたまたま用事があって、本当超近くにいたから、行ったとかそういう感じじゃな、ね、いこれこれ、突の前の1時間前に枠開けてたから、だから何ジョギングだってじゃ、もう別にジョギングでいいと思うけど。わざわざ会いたくて会いに行ったとかじゃなくて、マジででもたまたまはたまたまだと思う。場所がわかるようなこと言わないよな。<laughs> 金があるのに公園なんかジョギングし しないだろうそマジで本当に走るんだったらジムかランニングマシーン買うでしょっていうか買ったんでしょランニングマシーンうん 短冊書いたのノリちゃんに。ノリちゃんに短冊これこれも貼ったのかなそこまで見てないから分かんないんだけどね。書かなかったんだ。切り抜き見たのいや、俺普通にふわっちゃってて、なんか、トめっちゃ流れてて、パッと見ただけだから、これこれ来てるぞ、つって。ノリちゃんのとこ,ろにこれこれこれとつ来てる、つって。ノリちゃん3度見したんだって。いや、びっくりするだろうね。織姫と彦星が会えたっていうコメント笑った。いや、微笑ましいね。そ、<laughs> れ。どっちが織姫でどっちが彦星なんていう。 だけでこんな枠のすごくないいやだからそれぐらいすごい人間なんだよほんますごいってなるの